自由の儀式自由とは、第二次世界大戦中にできた、日本の宗教団体である、自由教という表現もあるが、正しくない、鉱山事業家の峰村京平が主催する、高村道広教という新党系の団体が母体となっている。高村道広教は、協業一致を掲げ、鉱山事業を通じて、教団の資金を捻出し、議定の峰村光夫と組んで、東京四谷の自宅を拠点に、 ご神事によって、経営方針を決定していた。そこに、大本系列の神霊研究団体きっか会と、中国の新宗教、世界暮れない漫字屋坂井のグループが合流したことで、1941年に、自由と改めた。ご世言は暮れない漫字屋坂井のグループに属していた。そして、東京蒲田で、新言密教系の霊能者として活動していた。 長岡良子グループも自由に交流した。長岡グループの信者の中に、鉱山経営者がおり、同業者である、峰村京平を紹介したことがきっかけであった。峰村京平はやがて病気を患うようになり、また鉱山経営も行き詰まったことで、教団に対する熱意を失っていった。一方、長岡良子が、真の人という冊子の作成などで頭角を表し、信者の信望を集めるようになった。 1945年5月25日の東京大空襲で自由本部として使用していた峰村邸が消失したことで峰村京平は別荘がある山中湖畔に疎開することになり教団から身を引くことになった。これにより自由の指導者は事実上長岡良子となった。戦後の1945年11月15日に自由は発足式を開催し再スタートした。 しかし翌年、昭和天皇が人間宣言を行ったことで、自由は一大天気を迎えることになった。長岡良子は、天皇の神聖は自分に乗り移ったと宣言、天智、寺史明陵両姫高村を名乗り、自皇村の住まいを自由皇居と称した。独自の神事に基づき天皇制を組み替え宗教的、世直し構想の実現に力を注ぐ、世直しの転籍者とする天皇や、 皇族の参加も呼びかけ、マッカーサーへの二度の直訴も成功させた。1946年2月からは、杉並区に本部を構え、法人化の手続きはとならなかったが宗教団体の、定裁は整った。自公村の住居の移転を、五千宮などと称して、同年末、自由公共、石川県金沢市に、五千宮市、天変地異の予言を盛んに献殿した。また、 この県連に動揺した住民が、白米等の貴重な食料を持って訪れたといい、自由側は、菊の門の下に、松、竹、梅と書いた3種類の渡し作り紙幣を発行し、天変地異が起こった際に通用する様になると問いたと言う。1947年1月21日に、石川県警は世人を惑わすとして、自由公共を取り締まり、自公村と信者の双葉山らを、 食料管理法違反容疑と取締り時の公務、執行妨害の現行犯で逮捕した。食料管理法違反容疑は違法性なしと判断され、不起訴となったがこの事件を境に、強制は一気に衰え、双葉山がまず銃を去った。自由公挙は、東京、横浜、青森、箱根を転々とする。ご制限夫妻は、箱根線石原の知人別荘に、自公村と共にいたが、 読売新聞に縁切りを発表。同別荘を買収した読売側に立ち退きを迫られ、横浜の信者宅に落ち着いた後、最終的に神奈川県藤沢市にご遷宮した。また、ロンドン警視庁で柔道や愛機道を指南していた信者、山田センタの影響で外国人信者も少数いる。1984年の自己尊後は、1943年。 依頼寺高村と共にいた最古参幹部の勝木徳次郎が召喚の別名で同郷の主催者となるも宗教活動はほとんど行っていない。現在も教団自体は存在するが宗教法人格もなくほとんど勢力はない。自由では人間は四つに分類されるという人間四段階説をとっていた天根関社自由が掲げる世直しを助ける存在である。 全世界で30人いるとされている。知的者、転籍者を助ける存在である。全世界で3000人いるとされている。邪霊一般人のことで、マレーに惑わされやすい存在とされている。マレー諸悪の根源と言える存在で、全世界で3004匹いるとされている。自由では、そのうちの数匹を飼いならすことで、社会に害悪を流すのを防いでいるとしており、信者の何人かは、マレーとされている。 自由では、自公村の住まいを自由公居と称していた。霊寿という独自の年号を定め、自由内閣を組閣するなどしていた。自由では、不況を禁止していた。そのようなことをせずとも、最終的には、他宗教すべてが自由に帰営するものという考えからである。また、教団の運営費は、信者の自発的な寄付に委ねられており、ありがとうございます。